皆さん、さつまいもを定食した後にすぐに枯れた症状が出ていませんか？その症状が出ても落ち着いて栽培することでさつまいもはより大きくなります。今回ご紹介するポイントは、さつまいもを定食した後に管理するべきポイントをご紹介していきます。宮下宮川チャンネル。まずは僕たちのさつまいもの定食した品種とか畑の状況をご説明したいと思います。こちら紅はるかが600本植えてあります。で、他の品種だとシルクスイート、あとは今回初めて挑戦する甘葉月という品種を育てます。で、状況なんですけど、こちらが6月の上旬に植えたさつまいも、比較的こう根も活着してきて葉の状態もいいです。で、向こう側は最近植えたさつまいもの状況になるんですけど、やはり定食直後だけあって少し葉っぱの状況が弱々しい状態となってます。で、初心者の方だとやはり植え付け直後に葉っぱの状況が弱々しい状態になると、せっかく買って植え付けしたのにすぐに枯れてしまってどうしようっていったことがあると思います。で、今回ご紹介するポイントはそこの不安を解消する動画になってますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、まずはさつまいも植え付け直後にするポイント、1つ目はしっかりと植え付け直後に水やりをしてください。で、しっかりと水やりをすることで根の活着率がぐんと上がります。まあ、さつまいもは他のお野菜と比較して水やりとかの管理は日頃あまり必要のないお野菜になりますが、定食した直後の水やりは非常に重要です。なので、さつまいもも他のお野菜と変わらず定食したすぐはしっかりと水やりを行ってください。で、水やりをして土の水分量を維持するポイントの一つとして、こういった黒マルチという資材があります。で、僕たちの畑は全てのさつまいもにこの黒マルチの資材を、適用してます。で、この黒マルチ効果が2つほどありまして、まずは土の水分量を維持してくれるというポイントが一つで、もう一つは、雑草を防いでくれます。さつまいも植え付けて1ヶ月ぐらいだと根の方がしっかりと成長するタイミングになって、上の葉っぱはあまり成長しないタイミングになります。で、その1ヶ月間で周りの雑草がかなり生えてきます。その生えてくる雑草を抑えるためにも、さつまいもにはこういった黒マルチを適用して植え付けをするようにしてください。で、今回紹介する葉っぱが枯れてしまうことを防ぐポイントの一つとしまして、まず植え付けたさつまいものこの葉っぱと黒マルチが当たる部分に僕たちはこういった土をかぶせています。で、どうしても夏の猛暑になると黒マルチが結構こう熱を帯びて温度が上昇してきます。で、それに触れ合った葉っぱの部分が夏だと枯れてしまうといった症状が出てくるので、それを防ぐためにこういった土と葉っぱと合わせて夏の暑さを防ぐための防御をしてます。で、他の対策方法だと、あとお金のかからないやり方で雑草を取って、まあ、雑草を枯れさせて枯れた雑草をこう周りに引くというやり方も効きます。こちらの対策方法を2つとして、まあ、土と雑草を使用するということでお金もかからなく、初心者の方もとてもやりやすい内容となるので、この葉っぱを枯れるのを防ぐ方法としてこの2点ぜひ試してみてください。で、先ほどご紹介した定食直後に葉っぱが枯れてしまうといった症状、ただめちゃくちゃ心配しなくても大丈夫です。なぜかと言いますと、さつまいもの定食直後の10日から、14日ほどで新しい芽がさつまいもから出てきます。で、新しい芽が出るっていうことはしっかりと成長しているポイントになります。なので、定食したさつまいもの葉っぱが枯れたとしても新しい芽を発見したら、それはしっかりとさつまいもが成長している状況になりますので、枯れてしまっている葉っぱが多いから除去してしまおうっていった安易な考え方をせずに、しっかりと継続して管理することで、あ、新しい芽が出ているのでまだまだ経過観察しておこうといった対応が取られます。なので、枯れた葉っぱがこうたくさん出てきてしまって、初心者の方はとても心配だと思うんですけど、しっかりと新しい芽を探して、そうすればさつまいもは復活するので、そのような経過観察の状況管理をしてみてください。で、枯れてしまったやつが、こういったもの、もう完全にこれはまだ
経過観察の状態なんですけど、もっともっとこう完全にこう根っこの部分から枯れてしまったさつまいもはもう除去するしかないです。たださつまいもはこの隣のさつまいもが順調に生育すれば、そのさつまいものつるを切って、ここに植え直すことで復活ができます。なので、まあ、枯れたさつまいものつるがあっても他のさつまいものつるの先端から切り取って植え直すことで新しいさつまいものつるとして、復活することができますので、ぜひ試してみてください。宮下宮川チャンネル。僕たちも他のお野菜を何種類も育てているんですけど、さつまいもは他のお野菜と比較して、比較的に、手間のかからないお野菜となってます。植物的にも強い野菜です。なので初心者の方も挑戦しやすいお野菜の一つだと思います。で、先ほどご紹介した定食直後にちょっと心配、枯れた心配があるっていうところもありますが、植物的に強い野菜の一つでありますので、しっかりと経過観察することでさつまいも復活してきますので、気長に成長を見守ってあげてください。今回ご紹介した動画はさつまいも直後に気をつけること、あとは管理方法についてご説明させていただきました。で、僕たちの動画はこれからも、農業をやっている初心者方向けにこのようなハウツー動画を発信していきます。この動画がいいと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではアディオス。